はい、吉谷さん、 YouTuber っていうのは本当怖いですよね。例えてみれば YouTuber っていうのも就職してるようなもんなんですよ。その会社が給料を下げれば従うしかないし、その会社が潰れてしまえばやりようがないわけですよね。で、その他にもアカウントが止められるっていうリスクもありますよね。これはね、どこでどうアカウントが止めれるか全く分かんないってところが怖いところなんですよ。ガイドラインもしょっちゅう変わりますけども、そんな毎日毎日ガイドライン見てるわけでもないですしね。まあ、ですんでユーザーの、それからアカウントを持ってる人のね、まあ、モラルに問われることと、あと運任せかなと思います。理由もなくアカウントが閉じられることも結構ありますからね。で、私もそれはね、覚悟しているんで、その速稼塾に参加された方って基本的にメールでやり取りしてるんですよ。で、メールマガジンで更新情報を送ってますんで、一応ね、リストは担保してるんですよね。で、吉田さんも LINE アットってものでセールスを行ってますけども、それも一つの作戦ですよね。で、私の方もね、最初アフィリエイトから始めて、リストがどんだけ大事かってこと、オプトインとかもやってましたんでね、リストの数によって収益が変わる、1件のリストは2万円に相当するみたいなね、そんな時代から来てますんで、まあまあ慎重になってるとこです。YouTube ってのはやっぱりね、入り口なんですよ。 YouTube ってのはアカウントを作らなくても見れるっていうところが強みがあって、だから相当信用してくれた人がコメントを書いてくれたり、動画概要欄からのメールアドレスを見つけてくださったりってことなんで、これからもね、動画をプラットフォームにするのは変わりないんですけども、自分の資産として、そして大切な皆さんとのつながりとしてのメールアドレスは失わない覚悟でございます。最高なのはね、何か番があった時に人が探してくれるっていうこととかね。あと動画ですか。動画はね、私ね、上げちゃ消しなんで、結局ストックしてないわけなんですよ。まあ、アカウントが止められた時はまた新規行って一からやるだけです。まあ、特にそこにはね、これといって負担感っていうのはないですね。もうなくなりゃそれで、気持ちの整理つけて再出発図るだけかなといつも思ってます。まあ、もともと私は何もないところから来ましたしね、セルフバックをまた始めようかな、網戸をやろうかなみたいな感じです。もしくは全く別のところから、再出発するか、まあ、私究極はね、その介護士をまたやりたいなとも思うんですよ。というかね、あれやりたい、これやりたい、これもう一回取り組みたいってものばっかりで、あ、これはもう二度とやりたくないなっていう職業はないですね。麻雀屋ぐらいですかね。いってらっしゃい。